おはようございます、コパールです。皆様お久しぶりでございます。動画投稿期間空いてしまって大変申し訳ございませんでした。バタバタとしておりまして、なかなか動画上げられなかったっていうのもあるんですけど、自宅の階段で足を滑らせまして、左膝を思いっきり強打するという、事件もありまして、山には全然行けてない状態だったんですけど、実は動画にしてないだけでポツポツとリハビリハイクをしておりました。で、今日はちょっとね、コースタイムをどんどん長くしていって、夏山に向けていきたいなということで、5時間、6時間、7時間ぐらいの山に行こうと思ってます。で、コースタイム長くなるので、ちょっと何かと不安ということで、相棒の洋平くんと一緒に行こうかなと思っております。で、今洋平くんとの待ち合わせ地点に向かっているんですけど、待ち合わせ時間が7時、朝7時で、現在7時4分ですね。はい。今、なんとかギリギリ間に合ってるかなという感じでございます。はい。ということで、行ってきまーす。ずっと探してたら、石スポーツでセールで1万円ぐらいでした。あ、そうだね。それまさにそれ。はい、ということで、何年前だろう。ちょっと前に登った栃木県日光市の中倉山に登っていきたいと思います。リベンジハイク。はい、じゃあ8時48分中倉山に向けてスタートします。すごいね、路中がこんな状態だとは思わなかったね。全然誰もいないと思うんですね。これ赤金親水公園、駐車場がいっぱいですね。みんな登山客ってわけじゃなくて観光の方もいますね、ゴールデンウィークということで。で、行くのはあそこの中倉山、行きます。陽平くんと一緒に行きます。いや、楽しみだな。絶景、雲一つないね。はい、ここ進入禁止なんですけど、ゲートくぐっていいみたいです。よっ、ここは栃木のかっぱ橋栃木のかっぱ橋を渡ります。この魚超いるじゃん。栃木日光のかっぱ橋を渡りきってさらに林道を進みます。綺麗。栃木の上高地本当こういう感じだよね。ここが水いっぱいになったら中に。あずさ川だっけ。いいね、気軽に来れるじゃん。上高地行かなくて済むわいいね、最高だね。雲本当にない。スタートから30分ずっと林道歩きで、陽平くんは飽きてるけど、俺は全然楽しいです。これ八重桜だ。綺麗ね。道草っていう看板が見えてきました。あ、トイレある。ちょっとトイレ寄っていい？へえ。こんなんあったっけ？すごいね。トイレどこ？あ、なんか、あ、コーヒーとかあるよ。びっくりした、人いたと思った。なかったよね、前ね。いや、あった気がする。あった、あった気がする。この看板見た。道草新緑のトンネルを歩く、この感じ。陽平くんは林道歩きはもう飽きてるようですが、川の音聞くとおしっこしたくなるんですよね
うわ、こんなんなかったよ。こんなんなかったよ、俺来た時は。途中にトイレがあったのでトイレやってきます。いや、ありがたい、すっごい綺麗。これ山よりも釣りしたいな。登山釣り等をされる方はこちらを通ってくださいとのことなので、行きます。立ち入り禁止なのかなとかって思うんですけど、全然通って OK なところってことですね。変わってる、変わったよね。あ、ルート合ってるよ、まっすぐだね。川は渡らないね。いや、明らかこんなとこ通ってないね。通ってない、崩れてきたのかな、これ。 ありえるね。あ、これ崩れたんじゃない。あ、すごいな。ここ通ってくるの、どうなんだろう。え、崩れたっぽいよね。あ、用品違う、道違う。中倉のこっちだぞ、左だ。やっぱ、なんか俺分岐間違えたぞ。やべえ、全然違うとこ来てる。戻ろう。あれがジャンダルムか、ぽいね。全然元手前じゃん。やべえ、だいぶ前じゃん。通りで見たことないもんね。あ、いや、ここを登ってくんだ、みんな。やだよ、俺怖いよ。全然、もう本当勘違いしたね。橋渡ってすんの。うん、こんなとこあった。この向こう側か、こっちかとばっか思ったね。二人ともめちゃくちゃ勘違いしてましたね。松木渓谷か、ここが。これが松木のジャンダルムだ。ジャンダルムで登る気にはなれないので引き返します。40分ぐらいも、あ、登ってる人いるじゃん、オレンジ色の。本当だ、やば。やっぱここ渡っていくんだよね。故障するって言った。すごい、おお、こういうことか。二人してミスったね。通りで見たことないところだと思ったよね。まあ、まだ10時だったね。うん、まあ、とりあえずその間違えたポイントを確かめつつ、中倉山に準備運動できたしね。行きましょう。今すぐ見たら間違えやすいよ。そうだね、そうだね。いい動画ができそう。警告動画。行きで見た八重桜もなんか虚しく感じるね。まあでも間違えない限り来なかったところだな。うわ、めっちゃ猿、怖っ。あー、この上高地感すごいね。まあ、間違えたところをさらに戻って帰ろうとしてましたね、我々は。ここだよね。うわ、来ました。全然気づかねえ、やばいね。こっちは下なんだ。本当だね、本当だね。ちょっとヤマップこれスクショするので、ここちょっと道間違えやすいから要注意。分岐、私たちはまっすぐ行ってしまったんですけど、本当はこっちもう一本橋を渡ると。いやー、ロスったね。いやー、ちょっと一山越えた感あるけどな。1時間半ウォーミングアップ完了。いやー、ここ分かりづら。今日は総理山ダメだな。時間見て無理だね。え、時間的にも体力的にも俺は無理。2人とも1回登ったことあって、2人とも全然気づかないで間違えたってすごいね。よほど間違えやすいと思うので、くれぐれも、まあ、先入観があるかもしれないね、一回来たって。うわ、水きれい。これすっげえきれい。何これ。はい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 、思い出した思い出した。これこれ、川は向こうの方がきれいだね。そうだね。やっぱこっちは緑が多いね。あ、なんか足疲れてんな。登山は始まったばっかりだよ。完全ここだよ。傭兵完全こっちだよ。こっちですね。この壁に落書きしてくる。もうこまめに見よう、山アップ。スタートから1時間50分、登山口まで、まあまあ、もうちょっとだね。まあ比べてみると全然違うね、道ね。夏山に向けてのトレーニング。
着いたぞ。はい、ということでスタートから2時間6分で中倉山の登山口にようやく長い長い林道と道間違いを含め到着しました。すっごい疲れてるけど行きましょうか。レッツゴー。いやー、登りたくないわもうこの中倉山は何かしらあるな。事件が前回来た時は強風でブナの木の下まで行けずに断念したんですけど、今日は雲一つなくめちゃくちゃいい天気、気持ちいいハイキングができるかなと思いきや思い切り道を間違えるという。おー、来るね、この急登来るね。一気に汗が吹き出る急登。まあでも道は落ち葉がない分分かりやすいかな。ルート見失うってことはね、ピンクテープも結構こまめに貼られてて、前なかったですね。ね、こんな貼れてなかったよね。やっぱ登山客が増えてきたってことかな。ようやく急登が終わりそう。尾根とぶつかりそうですね。ふう、お、空気が変わる。うわ、気持ちいい。はあ、ここで尾根にぶつかるんだね。世界一うまいね。さあ尾根道と合流して、これコースタイム1時間ぐらいかね。1時間かかんないか。ほんと雲ないね。あのミスさえなければ最高のあたりだな。栃木の上高地なんて笑ってる場合じゃなかったな。来た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 。ああ、ここを抜ければもう稜線だ。完全な。あ、行くぞ。抜けるよ。おお、やば。これすごい。いやー、やばい。あ、完全に。すげえ。これがジャンダルモ。ここ完璧。絶景だな。これなんで人気がもっと出てもいいよな。本当に本当にいい山だと思うんだけどな。まだ中倉山登ってないけど、行きましょう山頂に向けて。いや、気持ちいい。一気に疲れ吹き飛んだね。波平ピークまで行けるぐらいの勢いついたな。触りまで行きますね。あー、でも登りきついな。現実に引き戻されるふくらはぎが。ああ、辛いな。やめるか、やっぱ。赤い足をね、覚えたぞ。綺麗、可愛いね、これ。ああ、もうちょい。危ねえ。ああ、いよいよこの丘を越えれば。といった感じかな。また赤足も、あ、これいい。ここめちゃくちゃいい。これやばい、やばい。来たー。やばい、これやばい。ふぅ、やばいね、これはやばいね。これはいい。
ここなんですけど、この先に前回元まで行けなかったここのブナがあるので行っていきたいと思います。これは稜線歩き。あーすげえ、叫びたいわ。すごっ、これやば。見えました。あれが高校のブナ。やったー、リベンジ成功だね。これあー前回はここまで来られなかったんだよな。あ、お腹すいた。何してんすか。かわいいお花がいるんすよし、休憩終了。うわ、すごい赤谷潮のトンネル。はい、ということで休憩終わってリスタートです。多分あれが総理山で、当初の目的はあそこまで行こうかと思ってたんですけど、ちょっと初めの道迷いがあったのでどうしようか、ちょっと向かいながら考えたいと思います。すごい景色。いやすごい楽しそうだな、ここから。あー岩になるんだね、面白いね。また景色が変わる感じ。特に中倉山山頂があって、まあ、今中倉山からここのブナでこっちでご飯食べて、今からこの稜線を歩いて、まあ、一応総理山に向かうんですけど、まあ、ちょっと疲れもあるので総理山まで行くかは分からないと。こんなに様相変わる山の落ちないよ。うわ楽しい、こんなことになってたとは。いやてか中倉山楽しすぎない？あるくちゃみが魅力ある。あるよね。なんでもっとメジャーになんないの絶対メジャーにしたいな。おー面白い、すごい。ここも小高いところですね。うん。いやすげえわ、本当すごいわ。中倉山みんな来て、マジで本当すごい。損はないよね。ねえ。北アルプスもいいけど、栃木の上高地が見えるね。思いっきり間違えた位置が。あずさ川見えるね。これ稜線好きにはたまんないと思うな。ね、初めのあの急登と林道さえ我慢すればずっといられるんじゃない？おお、これはいい。これ残しといてもいいんじゃない？あの楽しみは。いやーやば。
ちょっと登りがきつそうだし、今回はパスして楽しみは取っておこうかなと思います。まあ、時間的には行けそう、行けなくもないんだけど、まあ、また来たいって思いたいもんね。ね、その時のために取っておきたいと思います。すごい栃木感ないよ、本当に栃木感ゼロ。景色は本当に名残惜しすぎる。すごい。ちょっと改めて小倉山の魅力をさらに知っちゃったな。よし、帰りたくないけど帰ろう。楽しかった。この稜線を 1500m で味わえるのってないんじゃん。もっともっと人気が出て、もっともっと看板増えて道迷いしないような看板が立てればいいね。微力ながらこう動画で中倉山の魅力を伝えていきたいと思います。アクセス悪くないと思うね。そうだね、日光側から来れば あ、そっか、日光まで行っちゃうよね。 I never knew quite where I was and suddenly you told me baby.すごいね、本当にこっちから半分が草が生えてこっちがないっていう。面白い。超いい天気だしね。かわいいねこれね。よく飛ばないね。あ、絶対飛びそう。じゃあ1時30分下山開始。いや、めちゃくちゃ名残惜しい。まあ、ちょっとねお土産を残す形となってしまいましたが、まあ、楽しみは取っておきましょうということで、あとはもうひたすら下山ですね。急斜面をぐいぐいと下るだけ。まあ、怪我しないように滑らないように行きたいと思います。あ、早くも稜線終わってしまったね。いやでも総理山絶対行こうね。行きましょう。あんなの見せられたらね。早いね下りはね。ただ超絶滑りやすいと思うんで気をつけましょう。陽平くんのバディ、おにゅうのバディがいいね。シルエット結構四角いんだね。かっこいいね。22リッター以上ありそうだけどね。いや、コーラが楽しみだな。1リットルぐらい飲みたいな。ちょちょく45分で下山。あとは林道歩き1時間ぐらいか。絶対気持ちいいよこれ。お、気持ちいい。やば。入ろうかな。あ、気持ちいい。けどめっちゃ痛い。あ、すごいね、車まだまだ止まってるね。ほっよっ。振り切りじゃなきゃいいけどな。ちょっと今から公園があって、そこに自動販売機があるんでコーラを買いに行きたいと思います。すごい。おお、
ってある？ないの？あら、コーラ、コーラ飲みたい。めっちゃコーラ、コーラ、コーラ。炭酸もね。とりあえずコーラ買いに来たけど、売り切れだったので、でファンタグレープあったけど、陽平がファンタグレープ納得いかないっていうので、我慢してコンビニまで行きましょう。コーラがもう飲みたくて仕方ない2人なんで、パパッと着替えてちょっとコンビニに向かいたいと思います。リアルゴールドか、俺リアルゴールド行っちゃおうかな。それコーラ釣り切れ？嘘でしょ、そんなドラマいらないよ。マジで言ってんの？ジョーマジマーケンは甘いね。